こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあこの時間はですね J2 の第38節、終了しております、9月ラストのゲームですね、終了しておりますんで、もうシーズン終わりに向けてみたいなところになっておりますが、38節振り返っていきたいと、思っておりますが、今回もですねエルゴラプラスのご協力のもと、お届けしようと思っておりますので、エルゴラプラスが気になるなという方は、概要欄から辿っていただいて、エルゴラプラスをご覧いただきたいと思います。そして、明日ですけどもエルゴラの、記者の方と私とで、10月の、残りの試合、4試合になるわけですけども、そのあたりどうなるのかなみたいなところをちょっと占っておりますので、そちらの方もぜひご覧いただいて、10月の J2 のラストの4試合、5試合のところもありますけども、そのあたりのちょっと展望などをご覧いただいてお楽しみいただきたいなと、残りの対戦カードこんなのがありますよみたいなことも、紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは、38節振り返っていきたいと思います。いきましょう、用意スタートということで、38節ですから、残り5試合みたいなところになりますが、9月ラストのゲームを行われておりますので、見ていきたいと思います。まず一番上からですけども、群馬山口、これが1対6で山口が勝利ということになっておりますが、山口強かったですね。群馬の、多分狙いの守備みたいなところはあるんですけども、ちょっと群馬がこう捉えきれずに、山口がどん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 こうビルドアップからスムーズに相手陣に入っていく というような、形になりました。池上選手そして梅木選手が前半のうちに決めて、後半は高い勝みたいな感じになりましたね。特にこれ映像でもご覧になった方多いんじゃないかなと思うんですけど、61分の高井選手のゴールなんですけど、左サイド前選手からのクロスを反転ボレーみたいな、ちょっともうスーパー超スーパーゴールでしたね。いや素晴らしいゴールでした。で73分、私はノートにはオウンゴールって書いてるんですけども、なんか公式を見るとあれも高井選手のゴールになってて、結果的には高井選手のハットトリックなのかなみたいな感じになっておりますが、そんなことも含めまして、山口の攻撃力爆発みたいなところで、群馬の方は平松選手が1点返すというところもありましたが、結果的には1対6で山口が勝利ということで、山口はこれで5戦負けなし2連勝、群馬の方はこれは引き分けが3つあって勝ってというところですから、5戦ぶりの敗戦ということになっております。さあそしてヴェルディと山形ですが、こちらは1対0で東京ヴェルディが勝利ということになっております。ヴェルディはちょっと連戦みたいなところもありまして、メンバーも入れ替えながらということになりました。で、試合前から結構雨が降っててピッチのちょっと場所によって水も浮いてますよみたいな、状況にはなりました。で20分頃に雷がガーンってなって、そこでゲームは一時中断ということになりましたが、その後、また再開されるわけですけども、ちょっと山形らしさみたいなのが、ピッチ状況もあったでしょうけども、なんかゲーム的には山形らしさが出づらい状況になったのかな、そのあたりはヴェルディの、戦い方も見事だったかなという感じがしますが、どちらかというとヴェルディの良さが出たかなという感じがいたしまして、ウドカ・ボニフェイス選手がゴールを決めたということもありまして、ヴェルディの方が1対0で勝利して、ヴェルディの方は2連勝ということになっております。さあこれ注目のゲームでしたけども、長崎と横浜 FC のゲームですが、こちらの方は0対2、横浜 FC が勝利ということになっております。横浜 FC の前線にマルセロ・ヒアン選手がスタメンで入りましたが、長身なんです。188センチみたいなところにも注目しがちですが、このゲームも出ましたけども、スピードありますね。で、30分のシーンですけども、山根とわ選手が左サイド自陣からちょっとクリア気味のロングボールを前線に送りますと、もうマルセロ・ヒアン選手がそのまま抜け出してスピードで前、なんならちょっと行き始めたスタートした時はマルセロ・ヒアン選手の方がちょっと後ろかなと思いましたけども、追いついてそのままドリブルで持ち込んでシュートを決めてしまうという、非常にスピードを持って、プレーができるなという、そんな感じがいたしました。でその後
まあやっぱりこう横浜 FC の方がこう切り替えなどでも上回ってるかなというそんな印象もありましたが、前半のアディショナルタイムにまあブローダーセン選手のところに米田選手がこう接触して、まあちょっと頭部同士でぶつかってみたいな、かなりちょっと危険なシーンもありましたが、まあそのままスベン・ド・ブローダーセン選手は救急車で運ばれるみたいなこともありましたが、まあ今入ってる情報では、まあ大きな負傷というか大きなものではなかったというような情報も入っておりますが、まあ米田選手もそれで交代、そしてブローダーセン選手も交代ということになりますが、まあまあ、本当にこの頭部の負傷ですから、経過もしっかりとこう観察しないといけないところもありますが、2人が早くこうピッチにね、戻ってくるところを、待ちたいなというか、待っていたいなという感じがいたします。で、後半に入りまして、長谷川達也選手が、もうこぼれ球拾って自ら持ち込んで左足でズドンって決めちゃうというところで、なんかこう横浜 FC、まあ、その甲府戦で勝利したというのも大きくて、なんかちょっとこう自信持って戦えてるなというか、あの守備にも非常にメリハリがあるから、まあ、ゲームもコントロールするような展開で、ゲームの方は0対2、長崎の方はちょっとこう外回りというかなかなか中に入っていけないなという展開になりまして、0対2で横浜 FC が勝利、横浜 FC は2連勝ということになっております。さあこれ土曜日4試合あって土曜日のゲームですけども、大分と甲府のゲーム、これが2対1で、大分トリニータが勝利ということになりましたが、まあ劇的でしたね。本当になんか大分はちょっとこう劇的な勝利が非常に多いんですけども、でこのゲームなんですけど、まあ、甲府がここ最近 4-3-3 のような形でやっておりますが、内容甲府本当に前半から十分で、前半どちらかというと大分の良さがそれほど出まくったという、そんな感じではありませんでしたが、コーナーキックから、ペレイラ選手がゴールを決めて、大分が先制すると。ただ内容的には甲府も全然悪くないという形で後半に入っていくということになりました。で後半これ63分に、シャドウに入ってました、鳥海選手に代わって、三平こと三平選手が入ります。63分で 4-3-3 だったんですけども、おそらく見てる限りここで 4-4-2 に形が変わってます。ツートップになってます。ウィリアン・ギラ選手と三平選手になってます。多分ここでちょっと大分のマークも少しずれたかなというところで、三平選手が63分に入って、64分に右サイドからのクロスをウィリアン・ギラ選手がヘディングシュートで決めるという、このあたりやっぱりちょっと選手交代の妙みたいなところも出たかなという感じがいたします。でこれまあ、見た方は分かると思うんですけど、アディショナルタイムに長澤選手がゴールを決めるんですけど、その前ですよ、87分に、甲府がロングボールで前線にボールを送って、途中投入の宮崎純馬選手が抜け出して、もう完璧な決定機でもうシュートを打って決まるかなっていうところで、これがこの日スタメンの小出選手、大分の15番小出選手のスーパーゴールカバー、すごかったっすね。あのプレーが、まあ、もちろんこれ大分勝つんですけど、あのプレーが、まあ、本当に勝ち点3を呼び込んだと言っても過言ではないでしょう。まあ、ゴールカバーした後にちょっとポストにぶつかるというような本当に勇気のあるプレーでしたけども、それもあって、そしてアディショナルタイムの4分って出されて、で大分攻める、でもネットは揺らせない、もうゲーム終わるんちゃうの、もうゲーム終わるんちゃうのみたいなところでまだ続く。そこで右サイドから、クロスが上がって、最後は、そう増山選手がファーサイドで胸で触って、多分打とうとしたんですけども、その胸で触ったボールを長澤選手が決めるという、まあ劇的、まあ劇的ということで、その小出選手もそうですし長澤選手も含めまして、今回のエルゴラ大分のゲームのところは最後は気持ちと、これ本当にこの長澤選手のゴールシーンの写真ではありますが、本当にその技術もそうですけども、非常に気持ちのこもった、なんならちょっと狙い通りのサッカーがずっとできてたわけじゃないだけに、やっぱりこの最後は気持ちみたいなところが非常に大きかったかなというところで、大分劇的勝利というところで、これで6戦負けなし、今季最高の1万726人
に入ったゲームというところで大分が勝利ということになってます。でこの土曜日の結果を受けまして日曜日に入りまして、これも注目でしたけども、3位ファジアの岡山と5位ベガルタ仙台とのゲーム、これが3対0で岡山が勝利ということになっておりますが、やっぱこう岡山のこの組織的な戦いプラスなんかやっぱこう全体的にも自信も出てるかなという、自信を持ってプレーできてるかなと。でこちらミッチェル・デューク選手が、代表に選ばれてる。で、このゲームでは、チアゴ・アウベ選手はベンチ外ということになりまして、まあ、3-4-2-1 のような形で前線ワントップに永井選手が入りましたけども、永井選手もゲームを見てる限りはどんどんコンディションが上がってきてるかなという、そんな印象がありました。でその中でステファン・ムーク選手が、ゴールを決めました。だからステファン・ムーク選手のゴールのところが結構このゲームの、肝かなというところ、要はその仙台の、サイドのプレイヤーと、トップ下のプレイヤーがこういうようにこうポジションチェンジをこううまくこうずらしながらゲームボールを運んでいくようなシーンが何度か見られますが、そこでボールカットしてそのままのカウンターの流れで、ステファン・ムーク選手が決めるというところはこのやっぱり両者の戦いの中で、大事なポイントだったかなという感じがしますが、51分には佐野選手が決め、また佐野早いな、アディショナルタイムいただきます。佐野選手がゴールを決めました。でアディショナルタイムには千葉選手もゴールを決めまして、3対0でファジアーノ岡山はもうこれは快勝と言ってもいいかなという勝ち方で、逆に仙台の方はちょっとこう狙いのサッカーが、まだ出し切れてないかなという印象がありましたが、岡山が勝ち切って、岡山は2連勝ということになっております。さあそして岩手と金沢ですが、こちらの方は1対3で津江源金沢が勝利ということになっております。先制点を決めました金沢の、松本博也選手、まあ、このゲームでは2ゴール決めるわけですけども、なんかこうシュートのところで非常に、まあ、パンチ力ももちろんあるんですけど、やっぱプレーに余裕があるというか、まあなんかその余裕がゴールにもつながってるかなという感じがいたしました。まあ金沢が松本選手が取って、そして林選手もゴールを決めて、0対2というところで、岩手もカウンターとかでチャンスを作りながら、そしてクリスティアーノ選手がゴールを決めて1対2追い上げていったんですが、金沢の3点目もまた松本博也選手ということで、松本博也選手はこれで今シーズン7ゴール目、こういうところの決定力みたいなところも生かされてるかなという感じで1対3で金沢が勝利、岩手グルージャ盛岡はこれで3連敗ということになっております。さあそして秋田と町田ですが、こちらの方は2対1でブラウブリッツ秋田が勝利ということになっております。ブラウブリッツ秋田の方はこれ特別指定選手の、高田亮太選手、まあ、阪南大在学中ではありますが、スタメンということになりましたが、やっぱりこうどちらもこう縦に速い攻撃を見せているということもありましたが、秋田の方はこの右サイドの、ニックネームあずきこと、中村亮太選手の2アシスト、まあ、沼津時代から中盤の右でに入って攻撃力を見せてましたが、非常にこう推進力もある選手ですけども、クロスも見事というところで中村亮太選手の2アシスト、そしてゴールキーパーの田中雄大選手の活躍も大きかったかなというところで、秋田が勝利しまして、このエルゴラプラスではなかなかちょっと秋田を紹介することもちょっと多くはないんですが、ソユスタの歓喜というところで、こちらのシーンもご覧いただいておりますということになります。で、まあ、ちょっと YouTube の方では若干話題にもなっておりましたが、そうだからね、最近この秋田勝利した時にね、なんか吉田健監督のなんか笑顔が最近ちょっと可愛いなと勝手には思っておりましたが、その試合後のインタビューで、名言が出ておりまして、まあ、YouTube でも話題になっておりましたが、さあ残り4試合どう戦いますかみたいな、インタビュアーの言葉に、吉田健監督がまたインタビュー話聞かれた時にすぐ答えないんですよね、ちょっと溜めるんですよね。でちょっと溜めた後に、河原の小石は崩れるけれども、僕らが積み上げた努力の石は絶対に崩れない、揺るがない、ぶれない、この間がね、最初ちょっとこうまず河原の小石はっていうところでまず見てる人、何の話ってなるじゃないですか。で河原の小石は崩れるけれども、お、なんやこれってなって、で僕らが積み上げた努力の石は絶対に
ぐらいの後からテンポを速くするという、絶対に崩れない、揺るがない、ぶれないみたいな、このあの皆さん言葉にあの注目しがちですけども、このテンポの変化、サッカーと一緒ですね、少し緩い感じからギュッと速くするというこのテンポの変化にも私は、注目していただきたい吉田健五六でございますが、吉田健五六も出たなという、ブラブリッツ秋田勝利ということになっております。さあそして千葉対熊本、こちらの方は0対1でロアッソ熊本が勝利ということになっておりますが、熊本の方は、竹本選手が左サイドに入って、まあ、トップ下あたりに平川玲選手が入るということになっております。千葉もいつもに比べるとやっぱり前がかりに結構前から行ってるかなという印象がありましたが、やはり熊本なんかいつの間にかボールをつないでる間に自分たちのペースになってしまうという、そんな感じがいたします。で、ゴールを決めたのが、3バックの右に入っている黒木選手がゴールを決めるんですけど、あの黒木選手ゴールシーンも見事だったんですが、やっぱこの選手のその守備範囲の広さというか、この千葉の左サイド3バックの左にこのゲームでは高橋一生選手が入ってるんですけど、高橋一生選手相手の3バックの左にボールが入った時に黒木選手がプレッシャーをかけに行ってるという、だからそこのあたりのその戦術眼というか守備眼みたいなところは本当にすごいなという感じがいたしましたが、そういうその黒木選手だけじゃなくて、このゲームではまあもちろん前線の選手の活躍もそうですが、3バックの黒木選手、須田選手、井岡、治、ヘンリー選手、やっぱこの3人、そしてゴールキーパー佐藤選手もそうですけど、この選手たちの活躍も見事だったかなという感じがいたしまして、熊本の方は6戦負けなしの2連勝、千葉の方は2連敗ということになっております。さあ新潟、首位新潟ですが、大宮アルディージャとのゲームというところで、これはゲームの方は1対0でアルビレックス新潟が勝利ということになってますが、高木義明選手、まあ、このゲームでは、まあトーマス・デン選手、まあ、僕は家ではデンさんと呼んでますけども、デンさんが代表招集されてます。で、この前のゲームで高木義明選手が大きな怪我となりましたというところで、まあ、もう試合始まる前から、もうビッグスワンはもう本当に33を掲げたスタジアムというところで、まあ、すごい、まあ、雰囲気だったなという感じがして、まあ、それだけ高木選手が本当にこれまで、新潟で貢献してきたという感じもいたしましたし、この日はもう2万人超え、これもすごい雰囲気だったなという感じがいたしました。でゲームの方はここ最近やっぱ大宮本当に調子も悪くない、守備もいい、コンパクトで、そこを新潟がなんとか、まあ、新潟のポゼッション力はもうかなり高いですから、新潟がもちろんボール持つんです、なんとか崩そうとしてこう行くんですけど、大宮もしっかり守れてたなという印象もあります。で試合後、相馬監督がおっしゃってたんですけども、実は本当はもうちょっと前から行くつもりだったとおっしゃってました。多分大宮の選手もコンパクトな、陣形を保ちながらもっと前から行こうとしてたと思うんですけど、そこは新潟の、ディフェンスラインに入りました、この日はマイケル・ジェームズ選手、いやマイケル・ジェームズ・フィッツジェラルド選手と、千葉選手のセンターバックコンビなんですけど、新潟こうバックパスするじゃないですか。でその時にこれ例えばガーンとドリブルでいったらもちろん大宮前からプレスいけたと思うんです。まっすぐボールキーパーに下げたらそのプレスの勢いでいったと思うんです。大宮マイケル・ジェームズ選手がこう後ろボール下がるとちょっとだけ角度つけて自分でボール持つんですよね。あれがちょっとプレスの行きづらさを生み出すっていうか、もう絶妙なんですけど、あれね、あのまま縦パス行くと大宮も押し上げてるんで、多分その先でガチャガチャってなったりすると思うんですけど、あのマイケル・ジェームズ選手に行った時にちょっとあの間が多分大宮の選手は分かってるんですけど、ちょっと行けなくなって、2回3回になると行けなくなるっていうのが、やっぱ僕はね、あのもちろんその新潟らしいパスワークとかもありますけど、あのこのセンターバックのあのやっぱマイケル・ジェームズ選手のあのボールの動かし方がうまかったんじゃないかなと僕は勝手に思っております。ただ
大宮も守っているうちにだんだん前半の終わり頃になってくるとチャンスが出てくるという、このあたりがやっぱここ最近の大宮の戦い方の見事なところかなというところで、前半は0対0で、終わるというところで、後半に入って、選手交代で新潟の方は、鈴木浩二選手が戻ってきてますと、一平篠塚選手も戻ってきてますというところで選手交代をしていく中で、この途中投入されました、秋山選手がゴールを決めて、こちらですね、このゴールシーン、ご覧いただいておりますが、この秋山選手が、いい顔してますよ、はい、ゴールを決めるということになりました。で、そのゴールシーンなんですけど、右サイドの、藤原選手がボールカットするところから、このゴールまでつながっていくわけですけど、私が数えた中ではパスは16本、つながっております。でゴールキーパーと、一平篠塚選手は、ボールに触ることはありませんでしたが、16本のパスのうち9人、メンバーが関わっているということになります。こういろいろ右サイドでずっと動かしながら一度下げたりとかして、こうセンターバックの、マイケル・ジェームズ選手、千葉選手もボールを触ったりしながらというところでしたが、まあ、これ見どころいっぱいありましたけど、やっぱり伊藤亮太郎選手に入ってからの斜めのパスでパンとこうテンポが上がって、で鈴木浩二選手が受けて、水戸選手ワンタッチが続きます、水戸選手を触ります。でこの水戸選手が触った次に堀米選手、左サイドバックの堀米選手がもうあのゴール前にいるというところが、この右サイドでゆっくりこういろいろパスをつないでたところの価値が出てるのかなというのと、秋山選手ゴール決めるんですけど、ラストパスの鈴木浩二選手が綺麗なパスというよりも体を張ってなんとか触って秋山選手につなげたという、僕はこのやっぱ鈴木浩二選手のあのラストパスが僕はちょっとあすごいなっていう感じもいたしましたが、まあ秋山選手実は J2 初ゴールになりましたけども、非常に素晴らしいゴールを決めたかなと、まあ、今季初ゴールだけじゃなくて J2 初ゴールになったということになります。まあ、期限付き移籍中で、沼津でゴールを決めたり鹿児島でゴールを決めたりというのはありましたが、新潟でここ大事な時にゴールを決めたということになりました。で、エルゴラプラスの表紙がはいこのようになっております。ちょっとこれ縦の写真、横の写真がこの向きになっておりますが、試合後全員が、33の、ユニフォームを着たというところで、高木とともに J1 へというところが出ておりますが、本当に、最後まで全員で駆け抜ける新潟今季初の4連勝というところで表紙が、このようになっております。この写真もなかなかなんかこう広い絵でなかなかいいかなという感じがしておりますんで、新潟応援されている方ぜひ今回エルゴラプラス買うといいですよ言っときますけど、あのエルゴラプラスが一つ売れたからといって私にマージンは一切入りませんこれ言っときますけどね、まあ、でもこれ写真いいと思いますんで、ぜひ、ご覧いただきたいと思っております。さあそして、徳島と水戸ですが、こちらの方は1対1でゲームは終わっておりますというところで、まあ、徳島がまず最初にボールを握りながらペースを握りながらというところになりましたが、後半に入ってカカ選手がゴールを決めてというところなんですが、水戸もただこう、指を加えて待ってるだけじゃなくて、しっかりと自分たちで、ボールを動かすような時間を徐々に増やしていったというところで、遠山選手が2試合連続ゴールになりましたが、水戸らしい攻撃も時間とともに増えていったかなというところになりましたが、ゲームの方は1対1で終わっております。徳島の方はこれで16戦負けなし、まあ、負けてないなという感じもするんですが、引き分けの数がこれで今シーズンで、23個目、23引き分けというところになっております。まあいいところにまで来てますから、なんとかこれを、勝ちに持っていきたい徳島ヴォルティスとなるかなという感じがいたしております。そして水戸ホーリーホックの方は4連敗ということになっておりましたが、とりあえず、連敗をここでストップしたということ
ということになります。そして、ラストですが栃木と琉球こちらの方は0対0ということで終わっております。栃木の方は少しメンバーを変えたかなという感じがいたしますし、琉球の方はサダムスレイ選手もベンチスタートというところで、ボランチの方は、加藤光平選手がスタメンだったりしましたが、まあ、どちらにとっても、まあ、我慢しながら、どこでリスクを負うかみたいな展開になりました。なので我慢合戦みたいなところがありましたし、じゃあリスクを追い始めたらどちらもリスクを負うというような展開になりましたが、最終的にはどちらもネットを揺らせず、ゲームの方は0対0というところで、栃木の方はこれで6戦勝利なし、そして FC 琉球の方は7戦勝利なしということになっております。さあ、それでは順位表をご覧いただきたいと思いますが、こんな感じでございまして、新潟が勝ち点77、横浜 FC が勝ち点74、そしてファジアーノ岡山が、勝ち点が69というところで、これで次節、まあいろんな組み合わせはありますが、新潟が自動昇格を決める可能性も出てきましたよというところもあります。そういうところも含めまして、エルガラの、記者の方ともお話をしておりますので、10月の展望、しております。そちらの方もぜひご覧いただいて、10月も J2 楽しんでいただきたいと思います。ということで、9月ラストのゲーム第38節の模様をお届けいたしました。以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。